ナチル編第25回、始まります。来たね、ツェツィリア。ここを通ると思ったよ。それとも、橋の上なら私を迎え撃てると、私の攻撃を察知できると思ったのかな。随分と舐められたものだけど、まあ、どっちでもいいさ。私が血だまりのスカーレットと呼ばれているゆえん、これからたっぷりと思い知ることになるんだ。あ、そうだ。先に一つ言っておく。記憶操作は無駄だぞ。お前が私に触れることは決してないのだ。危険すぎる場所。理事長とどんな取引をしたかは知らないが、やはりお前はあの時殺しておくべきだったのだ。世界樹の一族、あまた世界を自由に渡れる。まったく冗談がきついよ。取った。初めての水中遊泳は、魔力が、命が、腐散していくのを感じるだろう。さあ、終わりだ。ここで死ね、ゼツィリア。今のは、夢？いや、違う。多分現実で起きたことだ。ゼツィさんが、スカーレットさんと戦っていた。この感じ、高齢党が帰ってきた。よくやったぞ高齢党。これが奴が欲する最後の気品か。ちょっと待って、何か、何か来る。これは高齢党がつけられた。来よったな。主が魔女、ゼツィリアか。ナチル君、驚いたよ。私は君を多分に侮っていたようだ。ゼツィさん。だが君のおかげでここを、ウールーの居場所を見つけることができた。ウールーを見つけ、貴品も取り返す。一か八かだったが、二つ同時に達成できそうだ。感謝するよ。わしは、なるほど、ここで一戦交えるつもりか。こちらこそ出向く手間が省けたというもの。勘違いしてもらっては困る。私は戦いを、殺しを好みはしない。そもそも貴品を集めてどうしようって言うんですか。こんなものがなければ、なければ、あれ、私また何か別のことを、まだまだ何か大切なことを忘れてる。貴品か、いいだろう。教えようか。そもそも君にアパルトマンで集めてもらったものは貴品ではない。あれは貴品もどき。こちらの世界がバランスを整えるために強制的に生み出した貴品のレプリカ、いわゆる贋作に過ぎない。それが君から譲り受けた品を調べ上げた私の結論だ。おかげでいろいろなことが分かった。貴品もどきは魔力量はコピーできているが、そこに魂、アニマはないということ。だからこそ向こうの世界にある貴品を取りに行く必要があった。オリジナルの特異性貴品をね。それでナチルに近づいたわけか。ジルルだと組んで。自ら取りに行くことはできなかったからね。彼女の存在は貴重だった。そして彼女は私の期待に見事応えてくれた。ところで、数ある貴品だが同じ作者が二人といないということには気がついていたかい。優れた遺作を貴品と呼ぶからでしょ。ああ、だが少し違う。死ぬ前に作った、いわゆる遺作だからではなく、
皆一様に作ることで死んでいるんだ。作品に魂を捧げて、いや、この場合は自身が作った作品に生気を、魂を吸い取られて死んだという方が正しいかな。自らの作品に魂を吸われる。作品作りに命を懸ける者たちからすれば、そういうことは往々にしてあるんだ。想像できるかい？人の強い情念が作品に似川のように膠着し、魂であるアニマとその品を癒着させる。そして気品が生まれ、そして作者は死ぬ。魂じゃと？理屈に合わんザレ事を。主は気品をいくつも作っているようではないか。さあね、私にも理屈はわからない。だが全ての作品に私の魂が何らかの形で宿っているのは間違いないと感じている。そしてそれらが手元に戻れば、いや、もうよそう。ここで全てが終わるのだから。もう一度聞く。最後の気品、こちらに渡す気はないか？ありえぬ。ゴズもジルルダもいない今、追い詰めているのはこっちじゃ。それにお前が望むのはわしの首でもあるんじゃろ。いいだろう。ではこのままやろう。あ、これどこかで記憶が。記憶操作。ウル記憶操作だ。これだ。これで今まで記憶を消されてきたんだ。記憶操作じゃと？だが心配するな。ジルルダとやり合った部屋とは違う。ここは本来の巫女の魔像、私に対する悪意の魔法を抑え込む防衛結界。ないはずがなかろう。お前の真の目的がわからぬまま、というのは気持ちが悪いが、ここまでじゃな。記憶を操作する力、本当なら危険すぎる。情けはかけぬ。ここで死ね、セツイリアとやら。ナチル、こやつをほふれば我々の勝利じゃ。ここが予言の終着点、終わりの日。このアルステラが唯一にして真の世界となる日じゃ。さあナチル、再び旅団を。そううまくいくものかな。お前は私のことが見えてなかったようだが、違うか？予言といえども全てが見えるわけではないからの。そういうこともある。読み間違えているぞウール。私たちが見えなかったのは、我々が世界樹の一族だからだ。そしてナチル君、君は間違いなく世界樹の一族。あまた世界を自力で渡ることを許された唯一の一族の血縁だ。何を言ってんの？私はお母さんの子。残念ながらそれは違う。そんなはずはない。私は昔からの思い出だってたくさんあるんだ、フル。では本人に聞いてみたらいい。来なさい、コルベール夫人。なっちゃん、お母さん、どうしてここに？さあコルベール夫人、真実を話したまえ。彼女を拾った日のこと、その子を自分の娘として育てる決意をした日のこと。そうすればその体は私が何とかしよう。君が身につけている不相応な魔法、その根源はこれだね。これはあの時君の家で見つけたものだ。ポルさんの魔法書、家と一緒に燃えたと思っていたのに。中身は見せてもらったよ。そしてこれはこの世界の魔法ではない。なっちゃん、ごめんなさい。この人の言っていることは。でも心配しないで。お母さん言えなかったけど、
あなたの本当のお母さんはきっと美人よ。私みたいにはならないから大丈夫よ、なっちゃん。いや、お母さん、何言ってんの？ごめんね。私は子供が欲しかったの。こんななりで結婚は諦めてた。でも子供は欲しかったの。そんな時に見つけたあなたを、私は許されないことを、ごめんね、なっちゃん。私はごめんなさい。お母さん、お母さんは本当のお母さんじゃないっていうの？それじゃあ。ああ、そうだ。もう一つ教えておかねばならないことがある。コルベール夫人は、いや、君の母は。貴様、それ以上言うな。すでに死んでいる。は？何言ってるの？今まで喋って。君たちはジルルダの自己転写体を見たんだろう？自己と同じ存在を作り上げる魔女術さ。ナチル、聞くな！すでに死んでいるのさ、2年前に。は？何？それじゃあ、お母さんはその魔法で転写された存在だったとでも言うの？そうなるね。今ここにいる彼女はターンオーバーで病床にあった彼女からジルルダが作り出した転写体だ。君の母はターンオーバーに侵されていた。覚えてはないか？嘘だ。そんなわけないし。それにお母さん、体の調子はいいって。調子がいい？いや違う。そうだ、反転子があって、それが真っ黒で、ウル、あんた知っていたの？お母さんが死んでいること。そうせくものじゃない。君の母は死んだ。だがまだ完全な死ではない。ジルルダの技術は不完全でね、定期的なメンテが必要だ。ただ私の転写術であれば、生前の記憶を引き継ぎ、これまでと同じように暮らせる。さあ、取引をしようじゃないか。言うまでもないが、人の命と気品というガラクタとの交換、比べるまでもないだろう。ナチル、ダメじゃ。それを渡せば余地は崩れる。渡すな、今すぐ壊せ。うるさい。お前は黙ってろ、ウル。さあナチル君、貴品をこちらに。そうすれば彼女も君も元の生活に戻れる。お母さんを、お母さんを助けてくれるんですよね？やめろ、ナチル！さあ、コルベール夫人、彼女から貴品を受け取りこちらへ。血はつながっていなくても、家族としてこれからも親子を続けたらいい。死んではそれすらできないのだから。なっちゃんは、ナチルは私の娘です。なっちゃん、それは渡しちゃダメなんでしょ？あなたが正しいと思うことをするの。私が今ここで勇気を出さないと。
アジルは。お母さん。そのガラクタをこちらによこすだけだ。それで君もカリソメの娘も救われるんだぞ。カリソメ？とんでもない。ナチルは私の娘です。私はナチルが強く正しく健やかに生きてくれることを願っています。だからなっちゃん、あなたの好きにしていいの。何を言っている。肉体が崩壊するぞ。さあ間に合わなくなる前に渡すんだ。お母さん、ダメ、嫌だ嫌だ、お母さん。いいお母さんじゃなかったかもしれないけど、あなたと一緒にいられてとっても楽しかったわ。ありがとうね。あなたは私の自慢の娘。さあまだ間に合う。早くそれをよこすんだ。セチリアさん、 お母さんを助けて。何でもあげるから助けて。な、何よバカな。ナチル、やめかバカ者。お前たちはお母さんの死を、私を騙していたんだ。お母さんを殺したのはお前たちだ。なんてことを。予言が崩れる。ようやく最後の一つが魂の具現化。運、伝達、魔力除去、原始、英知の解放、繁栄、知識、空間原理。ああ、失われた魔力が満ちる。ナチル君、すまない、少し遅かったようだ。残念だがもうここに君の母の兄ははない。私の術はあくまで転写、人を生き返らせるようなものではない。一度壊れたらもう無理なんだ。死は自然の摂理、何者にも抗えない。意味わかんない。だって助けてくれるって。ただ私が君に、君たちにしてあげられることが一つだけある。これで許してくれ。まずい。ナチル、奴から気品を奪え。さあ忘却の霧よ、嵐となりこの者たちの記憶を覆い隠せ。アルムーンで見たことも全てだ。アルムーン、お母さん。ナチル、アラガイ。でもお母さんがいない悲しみに耐えるくらいなら私
もういいよ。くそ、しっかりせえ。心を強く持って、また戻るつもりか。ナチル、うる、人はそこまで強くはない。忘れることでしか進めない道もある。これと。ナチル、うる、元より命まで取るつもりはない。廃人同然に記憶がなくなれば世界の封印も解けよう。お主、知っておるのか。それが狙いか。さあ、魔力が戻った。私の術、これまでとはわけが違うぞ。全てを忘却の彼方に。終わったな、ウール。ナチルだけでも、ナチル、無駄なんて一つもない。いいな、全ては。私は銀貨見っけ。といったところで、今回は終了です。次回、マダムマルタ編。それでは皆さん、お達者で。